改めましてこんばんは SBI 証券投資信託部の長谷川です、えー。帝国となりましたので SBIVS&P500 運用報告セミナーを開演いたします。ご出摘いただきますのは SBI アセットマネジメント代表取締役社長の梅本健一さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの、なんか今日は <coughs> 機械の調子が悪くて音声がハウリングして3回目のスタートですかね。すいません。ちょっとあの途中梅本がお茶、 飲んでるシーンとか映っちゃってましたね。<laughs> すいません。失礼いたしました。はい、チャットの方でもですね、えっ、ー、と、治りました。ちゃんと聞こえます。来た来た。よしよしといただいております。あ,ありがとうございます、はい。失礼いたしました。ではですね、早速進めさせていただこうと思います。えー、本日はですね、SBIV S&P500 の運用報告セミナーと題しまして、運用状況のご報告と、皆様から事前にいただいたご質問に梅本さんにお答えいただき、え、より当ファンドの魅力を知っていただこうと思います。 はいはい、長谷川さん、今日も千本ノックでですね、あのー、事前にたくさんの質問をいただいておりまして極力、すべてのご質問にお答えいただこうと思っています。 で、あの、本日お時間ですね、8時まで予定しておりますが、最大で8時30分まで延長させていただこうと思います。あの、途中退出可能ですし、あとはですね、あの、後日アーカイブの配信も予定しておりますので、もうちょっとお時間ですね、厳しいなという方いらっしゃいましたら、ぜひアーカイブの方もお役立ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ははいいではですすね早速始めさせていただきま SBIV ・あのー、S&P500 インデックスファンド運用報告となっておりましてこちら、ですね初めに運用報告書の見方についてですね梅本さんに簡単にご説明をお願いいいたしますはい、あのちょうどですねこの SBIV ・ S&P500 インデックスファンドなんですけれどもおかげさまであのこの9月の14日に第3期の決算を締めました。 で皆様のお手元にですね、今見ていただいている運用報告書、まあ、ほどなく届くかと思います。そこでですね、まずこの第3期ということなんですけれども、あの、右の上にですねで、出てます通り、あの、第3期の対象期間っていうのは、2021年9月の15日。ここからですね、2022年の9月の14日という、この1年間になります。 で実際に、まあ、この決算日のときの基準価格ですが、1万8307円ということでございましてえ、純資産、皆様のご支援いただきまして、おかげさまで6811億という形になってございます。ごめんなさい、ちょっとストップしていいですか、はい、今なんかハウリングとか聞こえないよってチャットに入ってるんですけど、<laughs> 音声大丈夫大丈夫大丈夫なんですか、はい、聞こえていいるらしい はい。皆さん音声大丈夫ですかね、まあ、チャットの方にハウリングや聞こえないよってコメントが来てるんですけど、もしなか異常あればコメントをいただければ。あ、えっとね。あ、そういうことか。もしちょっと今もハウリングや聞こえないというような現象あればですね、えー、リロードしていただくなり、対応していただければいけるはずです。マイチンさん大丈夫です。 聞こえてますありがとうございます、じゃあすいません <laughs> すごいですね、はいあのおかげさま、ですねあのこの期間です、ね、でわれわれのですねこ,の、まあ、これから短く SP500 SP というふうに申しますけれども、あの基準価格の騰 <laughs> 落率はですねプラスの16.8%ということで、あの皆さんに、まあ、リターンを提供することができたというふうに思っております、ただし、分配金はお支払いしておりません。はい ゼロですね。はい、はい。えそしてですね、まあ皆様がまあ興味のあるところで長谷川さんあの隠れコストうん、うん、まあどうかということで次のページはい。はい。はい そうですねあの競合ファンドとのコストの違いについてということで、えー、競合他社との違いにつきましては SBIV、はい、シリーズのセミナーでは毎回必ずですね梅本さんにご説明をしていただいているんですけどもちょっとね過去にもあのお答えしている内容を重複する点あるんですけども初めてご視聴されるお客様もいらっしゃいますので簡単にご説明をさせていただきますあの本当にこのファンド設定当初からですね皆さんに。あの 実際にコストがどうなるのかっていうご質問をたくさんいただきました。えっとこちらのですね、<laughs> すいませんまた例によってちょっと喉の,の調子が悪くなってますが、あの見ていただきますと左側がですね、<laughs> 実際にあの皆様にお送りした我々の運用報告書なんですね。えっとちょっとですね一番上にですねあの書いてございますけれども、まず我々がいただいているまあその信託報酬というものが。 11円といいうふうに書いてると思うんですでこの11円って何ですかっていうと一番下のところにですねあの基中の平均基準価格っていうのがあると思うんです 16, 1 6991円えこれに対してまあ11円かかってきたということになりますで率の方で0.064ということですねそれから当初ですね SB アセットマネジメントひどいじゃないかと あの有価証券のです、ね、売買委託手数料とか有価証券取引税ディスクローしてないよっていう言葉をいた,だいたんですが、えっと、これは前回もお話をしたとおり我々はです、ね、あのいわゆるそのブローカー証券会社にあの注文を出しておりません、えっと、マーケットメーカーに直接出しておりますのであの手数料ってかかってないんですねそれから皆様のご支援をいただきましたので設定来ですね 我々実際にこの投資対象である ETF のバンガードの VOO という ETF、売ったことがありません。ということで、あの、有価証券取引税も払ったことがないということになります。で、一方で、まあ、下にございます、その他の、まあ、あの、費用ということになるんですけれども、あの、保管費用。これ、あの、ETF を、あの、アメリカで保管してますので、保管費用がかかっております。それから、あの、ほぼ固定費ですけど、ファンドの監査費用ですね。 これがかかっているということ。それからあとは、印刷関連の費用とかがかかっているということで、あの、ここにあります通り、トータルで0.074%。で、先ほど、あの、よく我々のファンドをご理解されている方、バンガードのものが3ベース、0.03かかるよねっておっしゃったと思うんですが、これに0.03足したものが、我々のこの SBIVS&P500 の全てのコストということになります。で、一方で、ご参考に右に、 M 社。まあこれ皆さん勘のいい方、どこかわかると思うんですけれど、この SP500 のインデックスパントと比べているんですけれども、まあこちらは、あの、後でご説明しますが、株式に、あの、直接投資をしてますので、まあ売買の委託手数料もわずかばかりですけど1円かかるとかですね。あとは信託報酬も17円かかるとかということで、まあトータルで0.112%かかってるということになりますので、まあ皆様が、 あのよく比較されるところから見れば全体の報酬を見ても、まあ、若干ですけども我々の SBIVS&P500 の方が、まあ、低く十分抑えることができたということになります。はい、で、えっと、次がですね先ほど私が申し上げましたあの我々のその投資対象であるあのバンガードの ETF を まあ、足した時にどうなるかということでございますけれども左の、まあ、パイチャート円が我々のものでございまして全体としても総経費率が0.10ということですねあの下にですね前期の総経費率前回のご案内した時にも0.10でしたということで我々あのまあよくも悪くも変化してなくてずっとこの経費率で 2, 2, か2年間来たということですねで我々十分に低い あのコストで運用を続けてることができているというふうに申し上げていいかと思います。ご安心ください。はい。そしてたくさん質問あるんですよね。そうですね、うん。ベンチマークとの差異ということで、えっと今回はね長谷川さん結構突っ込んだ説明をちょっとさせてもらいます。はい、はい。お願いします。あの S&P 500まあベンチマークと我々のファンドの あの、運用の際はですね、今回もゼロだったんですよ。あの、インテックスのプラス、まあ16.8、我々も16.8、あの、これをお叱り受けるかもしれませんが、インデックスファンドとしては、秀逸ですね、完璧ですね、ベンチマークと全く同じ値動きをしたということです。ただし、これですね、プラスの要因とマイナスの要因が瀬がさあるんですよ。 あの、一つと、詳しい方は知ってると思うんですけれども、実はですね、下のですね、解説のところの丸1にあるんですけれども、そもそも S&P500 のベンチマーク、これ配当込みでネットというのをほとんどの会社が使ってるんですけれども、実はアメリカのですね、株式配当金っていうのは30%を厳選取られるんですね。従って、このそもそもあの SP500 のインデックスっていうのは、現地の その税金を三十パーセントとして計算されているんです。でところが、我々はですね、日米の租税条約でですね。あの我々があの払う税金って十パーセントなんですよ。あの VO の中で、したがって二十パーセント。実は少ないんですねで。その分がプラスになっているということ。それから、今回はですね。 あの丸2のところで下にありますけれども、そもそも投資対象の etf の vo o と sp500 の間で voo の方があのトラッキングエラーがプラスに出ておりまして、リターンが0.0。8%上だったんですね。で、これがえっとプラス要因。で一方で引き算の方はやはり我々コストかかってますよね。先ほど言いました。年率で0.10.10%かかってるんです。これを引かないといけない。 それからですねファンドですからあのもちろんですねすべてをあのすぐにですねこの VOO に投資をしてるわけではないのでキャッシュポジションというのを持ってますでこのキャッシュポジションが0.08あったとつまり投資は99.2ですからあのその分の差異が出て,出てきますしたがってプラスマイナスを合わせてですね、えっと、ちょうどベンチマークと一緒であったということになります。うん、はい、はい、分かりましたで えっと、早速なんですけど、事前にいただいた質問、ちょっと挟んでいきたいと思います。はい。まずですね、ニックネーム、レオさんから SBIV SP500 セミナー参加後ですね、投資を始めましたと。ありがとうございます。はい。この最近の厳しい事情、実情を踏まえ、どのような運用成績なのか、報告を楽しみにしていますといただいておりまして、このほかですね、カラオケさんからは、初めて視聴します。このファンドのパフォーマンス、どうですか皆さん、月々、いくらぐらい積み立てていますか オンデマンド放送してほしいです。よろしくお願いしますといただいておりますが、月々の積み立てにつきましては、SBI 証券のお客様の場合ですね、一ファンドあたりだいたい五千円程度で、えっ、ー、と月の一口当たりの月の平均の額がだいたい五万円。あ、そうなんです、ね。はい。うん、なんで、まあ横にらすとだいたい十ファンドぐらい積み立てされているような形に。十ファンドもやられてるんですか。すごいです。うん、そうです、ね。年々増加傾向にあるので、うん、はい。 あと,あとですね、ノブさんから、えー、決算運用益の還元がありませんでした。福利効果を望めるのでしょうかといただいておりまして、ケさんから ETF より分配金がどのくらい出て、どのくらい再投資されているのかを確認するには、どこを見ればわかりますかというコメントのほかですね。 あと石井さんからこの銘柄は配当を再投資していると思うのですがどの程度増減しているのかよくわかりませんどのように考えればよいのか教えてくださいといただいておりますが分配金のこのあたり本さんいかかかがですか、はい、分かりましたまずあの先ほど申し上げましたけれどもあのパフォーマンスとしては、ね、プラスの約16%上がってきたということでこの1年間持ってた方、うん、あの皆さんあのプラスであるということですねそれから分配はですね出してないんです。うん、でこれはですね あの、確かに、あの ET、ETF、投資対象の ETF、ヴァンガードの ETF からは、年に4回分配金が来てるんですね。で、ただこれを皆さんにお支払いすると、国内で20.35%税金払います。で、それで再投資すると税金引かれますので、我々はファンドの中で、あの、まあ、自動的に投資家の皆様の代わりに再投資を行っているということですね。はい。 あとでもまたお話もしますけれどもどうしてもまあ分配金が欲しいっていう方、まあ、ETF そのものをお買いになるということが一つの手だと思いますしそれからあのどれぐらいの再投資がされてるかどうやって知るかっていうことなんですがあのおそらく SBI 証券さんのホームページにあるとバンガードの ETF で VOO があるのでそれの配当頻度で配当金の金額出てると思うんですね。 日付も出ていると思いますので、まあ、その辺から拾っていただければよろしいんじゃないかなというふうに思いいますはわ、い、かりました、はい、あとはですね、えー、とニックネームトトジーさんからですね今年の結果どう見ているのかそれを踏まえて来年どう予測しているのかお聞きしたい,お聞きしたいですといただいておりましてあとヒロディーップさんからですね今年の下げ相場でコツコツ積み立てが本当に良いのか自問自答する日々です これからも投資を続けていきたいです。アメリカ経済を信じてといったコメントや、えー、いつもご質問いただいております、千里の実地さんですね、からも来年あたりから景気交代、噂されてますが、当ファンドの方向感は、など、不透明な相場環境に対するコメントも今回ですね、多くいただいておりますが、今回のこの SBIV、SP500 の運用結果と、あとは米国経済の来年の方向感、まあ、ちょっとあのアメリカ市況に関して、ちょうど 別のパートでお話をしていた頂かと思うんですけどもパフォーマンスについてはどうですかあの皆さんどうですかね、えっと、実はですね多分皆さんは毎日テレビとかを見て、うん、どちらかというとアメリカの市場をここ1年下がってきたよねっていうふうに思ってると思うんですね。でところが先ほど私は我々のこの SBIVS&P500 って16%強上がりましたよって言って。さてちょっと こう感覚的に違うよねと思ったと思うんですけど、これなぜかというと、私が日頃から申し上げているんですけれど、まさしくこれが外貨を持つということですね。まあ簡単に言ってしまいますと、この間大幅な円安になりましたよ。はい。で、これの恩恵を受けたのが、まさしく為替ヘッジをせずに投資をしている皆さんですよね。そしてですね、あの、マーケットが悪いから、 投資をすることとについてちょっとこう躊躇私あの毎回申し上げますがあのこれあえて私言い切りますけどマーケットが悪い時にはできるだけたくさん投資をするこれがですね実は将来自分の資産を増やすポイントです。でところがこれ言うのは簡単ですけど難しいんですね。 あのだいたい人っていうのは高い時に買いやすいんですけど下がるとやっぱり買いにくい投資しにくいんですよ。ね、どううしててもも上がっいると、ね、買いたくななりますもんうなんねそですですからやっぱりその毎回同じこと言いますけど積み立てのいいところっていうのはマーケットが高い安いにかかわらず毎月一定の金額買うでしょ。でそうするとですねもう本当にあの安い時にたくさんの個の数を買うっていうドルコスト平均法。 まあこれ喋ってると3時間ぐらいかかっちゃいますけどそうですねもう20分経ってますからねすいませんということなのでぜひあの続けてください、はい、長谷川さんすいません、はい、進めましょうか次いきます、はいはい えー、次ですね SBIV シリーズの概要と競合他社の比較についてということでちょっと本来ですね VSP500 の運用報告セミナーということで、えー、お話し続けたいんですけどやはりちょっと V シリーズと競合他社のファンドの比較等ですね質問が多く頂い,いておりますのでちょっと V シリーズの概要についてサクッと サクッといというのはすごい苦手な方なんですけれど、サクッとでお願いします。はい、わかりました。皆さん質問いっぱいいただいて、はい、V シリーズのあのセミナーちょっとまた別にやりましょう。あ、そうですね。はい、シリーズのセミナー別と行いますので、はい。はい、あのまあ皆さんご存知の通り我々 SBI アセットマネージメントこの V シリーズですね、四本持ってます。はい、あの左からですね、まあ S&P500、それからえっとまあ、緑が全米株式、それからあの水色が米国の公債と。 で一番右側の、まあ、ピンクっぽいものが全世界株式ということですねいずれもあのバンガードの ETF に投資をしておりますそれからあの 4, 4段目にありますとおりいずれも信託報酬はもうおそらく日本では一番まだ安いと思うんですけどもね0.0638%ということになっておりましてそれにそれぞれの ETF の経費率を足したものが皆さんのコストになるとあのいずれにしましてもどのファンドもですねできるだけ低い あの運用報酬でやっていきたいというふうに思っておりますそれから先ほどなんかね ETF の配当実績どれぐらい配当出てるんですかっていう質問がありましたけどここにはちょっと書いてますよね VOOSP500 の場合は年率で1.67、はい、全米株式が1.61高配当はさすがに高くて3.07全世界が2.32ただしこれは投資家の皆さん取れません我々が再投資をしてますよと。 えみして NISA、えー、のところが大きいと思うんですけれどもこの4つのファンド、実は米国の広範囲とだけ積みたて NISA の対象じゃないんですね、これは我々が繰り返しですが、サボってるんじゃなくて、まあ、今のお国の対象になっていないということなのであれですね、今度またいろいろとルール変わると思いますけど。そうですね。ははい。はい。じゃあ次です、ねはい はい、それからあとはですねこれどう違うかって話になると思うんですけど極論で申し上げると SP500 と全米株式はですねこれは本当にあのほとんど同じですねあと、うん、でもうちょっと細かく話しますでただし米国の後輩とだけはやはり経路が違うんですよそして全世界株式もちょっとよくずっとセクター見てもらうと実は全米株式と似てると思うんですこれはある意味で言うと世界の株式市場の 実は時価総額ベースで見ますと四割ぐらいが実はあのアメリカなんでねあのたくさんその時価総額の高い順番並べるとどうしてもアメリカが重なるのでトップ10とかこう見てくると同じになりますよね、はい、ちょっと銘柄で見ましょうかはい、はい、次ですねこれはあのニックネームオリちゃんさんからですけどアルファベットの株価下がってて今後見通しはと、うん、いう質問もありましたああ<ー> <laughs> そうですねまあアメリカダイナミックですからね、はい、後でね個別企業のね 業績のの話をしますので、はい、そこでお話をしますけど、はい、ここでちょっと見ていただきたいのはあの各シリーズの上位組例10銘柄なんですよ。で SP500 と全米株式ってほとんど一緒でしょあの2銘柄だけ違うんですけどもねそうただですねポイントは一番上にある囲碁書きの503とか4028とかっていう数字なんですが、はい、実は。 SP500 っていうのはアメリカを代表する企業の500社、基本的に。時価総額80%。で、その次の全米株式っていうのは、実はアメリカで投資が可能なものが全部入ってるんです。はい。そして、えっと、後輩糖はまさしく後輩糖で442銘柄。 で全世界はさらにですね全世界ですから9500銘柄も買ってるということでまあ分散を考える方は全世界ただし効率を考える方は SP500、まあ、基幹投資家が SP500 買ってますからねあとで,、ね、で,でまたお話をします次のページも出てくるんですが実は最近調子がいいのが高配当なんですよはい、はい、でこちらにですね4つの,あの V シリーズ、えっと、ちょうどですねあの s p S S＆P 500の我々の V シリーズを設定したときからのパフォーマンスを乗せしてあるんですね。赤い線ですね。そうなんです。で、これちょっとね、じっと見ていただくと、うん、実はグレーがあの後配当なんですよ。で、20年の3月にすごい落ち込みがあるでしょう。で、ここでセミナー1回やったと思うんですけど、実はこの時にあの実は後配当が戻ってこなかったんですね。でも見てください。今ですね。 どちらかというと SP500 と全米株式と、まあ、後輩当はほぼ同じパフォーマンス逆には後輩当が追いついてきたんですね今先ほども何でしたっけそのハイテクのアメリカの企業ちょっと調子よくないって話がありましたけど、うん、その中で今やはりディフェンシブな後輩当が追いついたとで全体的に全世界が遅れてるんですけどこれやはり新興国ね、うん 特に後でお話しますが、例えば中国の状況難しいとか、まあ、そういうのありまして、全世界が今遅れてるっていう、そういう状況です。はい。はい、えそしてですね、これが先ほどお話をしたところのポイントなんですけど、SBIV、S&P500 のインデックスファンド、これ、ベンチマークとの差異なんですけど、ここで見ていただきたいのは、アメリカ、ドル建てだったらどうかっていうことなんですけど、あの、ドル建てだと今 13,、1万3740。 高いところから見たら下がってますよね長谷川さんね、はい、でところは赤い線上がってますでしょこれはなぜかっていうとまさしく為替ですよね、はい、それからパフォーマンスで後でまあ,あのにこれ何分経ちました25分経っててやばいんですけれど、うん、えっと下にですねテーブルがあると思うんですちょっとここだけお話をしたいと思うんですけど2022年の10月末基準で見てください1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年設定られてありますね。 SP500 って書いてあるの中でファンドっていうのがうちのファンドです。で指数がまさしく SP500 で M っていうのが M 社はい。はいなんです。いですか、ね、1か、はいね、月でうちのファンドマイナス四0 4 0 3ですよね、うん、M 社マイナス四4 1 5ですよね、うんえー、3か月0.56と0.536か月4.56と4.55。 で設定来で見ると、まあ、当社の V シリーズが20.30で赤い会社が20.43皆さんお気付きになりますかマーケットの調子が悪い時の方がうちがパフォーマンスがいいあとでこれ説明するんですなぜかっていうのを、はい、でパフォーマ,あのマーケットの調子がいい時の期間は、まあ、M 社の方が若干なりとも高いという傾向が出てますね。 はい、後でままたこれを話しますいですみませんちょっと今日は時間の関係、うん、この辺、ねあのー、ちょっとつきっくしていいですか、ね、ちょっと資料欲張りすぎちゃって V シリーズのパフォーマンスをね梅本さんなんかいろいろとこのような形で。 ご用意ししててくださってましたあと、これ、ETF のパフォーマンス、ちょっとこれ触れましょうか。あこれだけ、一番目だけいきましょうかあ。ちょっと待ってください。<ん>えっとね、チャットで今、えっと、お名前なんだろう、5十さんかなはい。M って、モーニングの理解で OK って来てますけど、<laughs> い違います。えっと、三菱さんです。三菱さんです。スリムってやつです。大丈夫かな <laughs>、ね、はい。はい、大丈夫ですか <laughs> <laughs> はい。 それでですねあの ETF のパフォーマンスちょっと一番上の SP500 だけやっておきたいと思うんですけど我々の投資対象バンガードの VOO ですよね。であのマーケットプライスっていうのは実は実際に市場で動いてる価格の価格のことを言ってるんですけれど1年でマイナスの14.61ですよね。でベンチマークがマイナスの14.61で実はこの1年ってあのドルベースで見るとトラッキングエラーゼロなんですね。 で10年で見てマイナスの0.05ですから実は ETF としても実はすごくトラッキングエラー小さいんですよ。はい、であのただ高配当とか、えっと、全世界にいくと若干あの広がりますけどね、はいはい、これねさっきあのお名前ヤッサンさんからということは今後円高が進むと値が下がるということかってコメント来てますそそのの通通りりでですすよはい じゃあ次ですね。はい、ビシリーズ投資と ETF に直接投資した場合の比較というところで、まあ、えっとこれマサー SP さんからですね、ETF の運用に直接投資するより投資信託の方が為替も含めて運用面で有利なんですかっていう質問をいただいてます。そうですね。これはあの毎回ご質問いただくので、うんうん、ちょっともう一度お話を長谷川さんしたいと思うんですね。はい、どうぞ。まあ投資信託と、うん、あの ETF の違いといった方がいいと思いますね。はい あのまずですねこの表あの黄色いところがわれわれの投資委託右が ETF に直接買った時だと思ってくださいえっとどう違うかまず購入時の手数料 SBIA 証券さんかかってないのでゼロですねファンドは一方で ETF はこれあの全部右側は SBIA 証券さんの場合なんですけどもねえっと唯一えっと米国高配当だけ0.495%かかってるんですねそれ以外はかかってないだからまあここだけが違う。 で、信託報酬という面で見ると、これが、あの、皆さんが、あの、何もしなくてもっていうか、かかってる、取られるコストなんですけど、投資信託の場合は、我々は0.0638%いただいてます。で、えっ、ー、と、ETF の場合は、それぞれの、あの、エクスペンスレッションというか、経費がかかってますので、まあ、3%、0.03から0.07かかってる。で、これだけ見ると、いや、ETF の方が安いという話には、まあ、なるかなとは思いますけれども、 じゃあファンドを売ったときとか ETF を売ったときどうかというとファンドは売却時の手数料かかりませんと ETF は,い、は0.495%上限で22ドルですけどかかりますよね。投資家の皆さんはトラッキングエラーの 0. 数気にされるから、まあ、この辺気になると思うんですけど、ね、皆さんよく、ね、お調べになられてますからね。そそうでですすねはいそれから為替ですよ あの為替オの手数料はファンドは我々がありますからかかってません。で一方で ETF の場合は片道あの1ドル当たり25銭かかっているということですかね。はい、それからあとは最低の取引単位で今あれですよあの諸券さんだと積み立て100円からできるんですよ、ね。はい、で投信だと100円からできて ETF の場合は1単位ですから 例えばあの我々の SP500 の VO だと5万2千円かかるとということですよね、はい、それからあと大きいところは私これは一番ポイントだと思うんですあの分配金欲しい欲しくないってあると思いますけどあの我々の V シリーズっていうのは実はファンドの中で再投資をしてます先ほど言いましたけどあのそういうことであの我々から見るとこれ税金かかってないわけですねでところが ETF を積み立てていくとか ETF で再投資すると必ず毎回20.35%取られちゃうので、まあ、税金分損ですよねと、うん、だから資産形成で積み立てる方はやはりファンドの方がやっぱり税金面考えると向いてるかなと思いますよね。はい、はい あのチャットの方でで、すね XYZ さんからせっかくのスライドをすべて説明いただきたかったですの、ね、で、すいませんいただいてますけど、ちょっとあの誤解のないように補足させていただくと、先ほど飛ばしたスライドっていうのは、SBIV シリーズの,あの米国高配当であったりとか、全米、あとは全世界のパフォーマンスなので、あの V シリーズの運用報告についてはまた別途行いますので、ご安心ください、はい、あの一一つ一つややらせりますはい。はいはい ではですね、えー、次なんですけど、ここでもあの事前にいただいた質問を挟んでいきたいと思います。えー、まず VSP500 について、えー、ニックネーム田中太郎さんからですね、えー、ファンド応援してますと。 sp500 に連動するインデックスファンドは激戦区ですが、他社と比較した上でトータルリターンや指数との連動に関して見解を伺いたいですといったご質問のほかですね、これ豆助さんなんですけども、3ついただいておりまして、1点目、M 社、R 社の sp500 投資のように先物取引を用いて、ベンチマークに近づけることはしないんですかっていうところ、まずいかがでしょう。 そうですねあの一番最初の、まあ、激戦区で他社と比較した場合のトータルリターンとか指数の連動性ですけど、まあ、あのすみませんこれもお叱り受けると思いますけれど我々のファンドはインデックスとインデックスファンドとしてはあの極論ですけど完璧だと思っています。これはなぜかというとインデックスファンドはインデックスにいくら連動するかということですのでトラッキングエラーがゼロであることがもうベストなんですね。はいはい、ということなので我々は2年連続でゼロでございますのでそういう意味で言うと あの指数の連動性としては、すみません、あえて言いますが、完璧だと、いうふうに胸を張っております、はい、ちなみに豆助、ね、さん、2点目、V シリーズ運輸法国会、開催してくださいということで、えー、先ほどからお伝えしてます通り、定期的に開催できるように努力いたします、あとは梅本さん次第です。あというかあの、投資家の皆さんが、あの私の,あの話聞いていただけるんだったらいつでも。<laughs> 何回でもやりますよ。結構忙しい方です。はい、えっと、三点目がですね。御社から全世界株式や米国株式に投資できる E. T. F. 設定する予定ありますか。E. T. F. そのものですか。はい、あの、言っちゃっていいのかな。えっとですね。何回も実は検討してまして。はい。まあ、東京証券取引所どうもですね。会議をやったことありまして。我々の検討課題ですね。E. T. F. そのものを上昇させる。はい。ということです。あの、検討しております。はい。 ただ、まあなかなかね、あの簡単にはいきません。はいレンディングを活用してパフォーマンスを押し上げることを検討しているとおっしゃっていましたが、これって、もしかしても始まっててますすかっていう質問ですあ,あの今申し上ると通り、まだ始まってないんですよ、はい、ただもうスキームはできました、はい、はい、あのそのうちぶち上げますけど、日本初のスキームになってますので。<お>はい 結構さっきから、あの、煽るコメントをしてるんですけど、チャットいまいち盛り上がってないです。<laughs> <laughs> ごめんなさい。あの、今の、あの後半の見通しの,あのお話は、これから以降のちょっとスライドでお話をしていきたいと思います。はいはい、では次ですね、うん、えっと、項目さん、市場環境など今後の見通しについてということで、こちらですね、まず世界経済の見通しの表からとなっております。はい。あの 前回もお話をしました。えっと、今回私のお話を初めて聞く方、ちょっとご注意ください。えっと、私はですね、自分の,あの考え方、あの、ポリシーとして、えっと、市場の見通しとか、まあ、株価の見通しも含めてですけど、言い切ることにしております。あの、皆さんもですね、えー、こういう確率で上がるとか、こういう確率で下がるとか、<laughs> よくあの何を言ってるかわからないっていうのがあると思うんですけど、私はですね、 あの自分のまあ考え方というか分析に基づいてえこうなるだろうということを言い切りますので私の言ってることが必ず当たるかどうかわからない毎回申し上げてるんですがそれはまた1年後に私のセミナーを聞いていただいた時にあの梅本あいに言ってたけど外れたとかですね当たったとかってまあそういう評価をいただければいいかと思います。ちなみに前回私は為替円安になるってずっと言ってたと思うんですけどそういう意味で当たってると思いますがじゃあ世界経済です。 えーと皆さんですね、えー、我々の S&P500 これからどうなるかということなんですけどこれはまさしく世あのここにですね IMF の2020年実成長率の,表あのテーブルがありますよね右側の2023年の全世界まず見てもらいたいんですけど予測時点が7月今年あの 去年のです、えすみません、えっ、ー、と、来年の七月だと、えっ、ー、と、どうなる日になるかっていうことで、あ、すみません、今年の七月に来年の二千二十三年の予測が全世界二点九だったんですね。で、それが十月に二点七になって、えっ、ー、と、零点二パーセント下がってるんですよ。それからアメリカは一一パパーーセセントント変わってませんよね。で、中国が零点六から四点四にマイナス零点2下がってるでしょ。日本、まあ、 1.6って予想なんですけども来年23年えっ、ー、とマイナスの0.1ちなみに一個だけ皆さん IMF はあのどんどん変えてくるんですよ従ってどちらかというと市場が世界の景気が悪くなるときは IMF の数字は結果的に当たらないですねどんどんリバイスしていきますただしここで私が言いたいのは傾向としてはやはりもう景気は悪く なり始めたということです。そして、あの、やはり先ほど私があの、全世界の株式のパフォーマンスちょっと良くないっていうふうにチャートでお見せしましたよね。そのさえたる理由が次のところを見ていただくとあ、中国のですね、実は経済って結構微妙なんですよ。まあ今、コロナで、あの、いろいろデモとか起こっているんですけど、 実はアメリカあの中国の経済はですね GDP 見てもあのもうマイナスになってまして、えー、なおかつ中国の製造業の PMI 企業のですね購入担当者がどういうふうにまあ景気を見てるかっていうことなんですけどこれ50を切ってきてるんですね。ということなもんですから実は中国の経済っていうのは今後さらに悪くなるだろうなっていうふうに 私は思ってます。はい、はい。で、その中で、じゃあ、やはり我々っていうのはどこにもう一つ目を向けるかっていうと、やっぱりアメリカなんですけどもね、今一番皆さんに言いたいことは、例えばこれ、この後に私は企業の EPS、利益の話もするんですけど、今一番大切なことっていうのはね、長谷川さんね、やっぱりね、金利がどうなるかなですよ。金利がどうなるか。そしてですね、 その上で一番大きいものはやっぱりアメリカ FRB が今度の12月もうこれ始まりますけどね次回で金利でいくら上げるかっていうこととその先なんですよでこれあのたらたらとお話をしてますけれど一つ申し上げるのはですねじーっとこの表を見てほしいんですけどアメリカは今この11月で政策金利4%で ピークの予想が5.08なんですけど、じゃあこのピークの予想っていつかっていうと来年の夏ぐらいなんですね。6月ぐらい、まあ5月ぐらいから7月ぐらいかな。で、その後に来年の、まあ、年末の予想ですけど、4.69に下がっていくっていう予想なんです。で、まあ欧州の方が景気が悪いんですけれど、も、まあ、欧州も同じような <laughs> 感じですかね。で すごく皆さん大切なことは <laughs> あの市場はですね、必ず先に動きますということなので、まあ、あのこの景気サイクルとして我私はですね、やはり利上げのサイクルというのはもう終盤に来ていると思っているので皆さんがここから弱気になるべきではないと思っています。ね。はい 次のページがですね外資証券および運用会社の2023年、うん、来年のアメリカの経済の見通しということで一覧になってますが、うん、はい、まあ、我々もですねあのいろんな情報を取るんですよ他社さんどう見てるだろうかっていうことであのここに、まあ、米系の証券会社欧州系の証券会社運用会社これ全部あるんですけどまあアメリカの、まあ、見通しということで <laughs> GDP が えっと、一番低いところは、マイナスの0.5ってあるんですよ。マイナスの成長。で、それ以外で高いところでも、まあ1、1%、1.1ぐらいかな。で、政策金の一番高いものが、あの、5.5ってのがありますでしょ。で、10年債の利回りっていうのが、4.5ってあるじゃないですか。で、皆さん今10年債の利回りって3.7ぐらいですよね。だからそこから言うと、まだちょっと上がると。で、ただここで、 金利を占う上で長谷川さんね今 FRB が一番見てるのは右の2つなんですよ。はい、CPI インフレです。インフレの総合がどうなるかってことなんですね。で特にコアのインフレ率がどうなるか。であの今 CPI って7.2%ぐらいあるんですよ。でそうすると3.2っていうのは半分になるんですよね。うん、でコアもですね今ですね えといくらぐらいになってるかというと,、えー、とコアがですね今6.3かなでこれも半分なんですよ。でじゃあすごい下があるからさっきや目本が見せたあの例の金利が上がるやつでもっと早く下がるんじゃないかと思う,思う,思うと思うんですけど長谷川さんね FRB の このインフラのターゲットって2%なんですね。だら彼らやっぱこの3まで下がってもまだ十分じゃないと思ってるので、今すっごい過激な発言してるんですね。もっと金利上げる上げるよって言ってるんです。なぜかというと、いやもうピーク来たよ。もう下げて大丈夫よって言った瞬間にマーケットバーンと上がるんですよ。そうすると台無しになりますから、彼らは抑えたままということになります。ということで、ただドコモが やはり来年は落ち着くと見ているということが大切なことですね、うん、コンセンサス。そして次にですね、まあ相場の循環ということで今どの辺にあるかということですけど、あの、まあ業績がすごく良かったところから金融の <laughs> 引き締め始まりましたよね、もうすでにね。で、これからまあ景気後退に入るということで、相場的には景気後退相場に入っていくということになるかと思います。そういう中で言うと、株式にバツがついてるんですね。ツ、うん、がついてる。 つまり SP500 とか持ってても儲からないっていうふうに皆さんは見えるかもしれないただしそこにあと為替が出てきたりしますのでね、えっと、これは単純にはならないんですよ今この辺にあるっていうイメージだけまず覚えてください。はい。 次ですね、あの米国の経営業感ということで、えー、アメリカの主要企業の業績について <laughs> 第三四半期の速報値というものを載せてますが、うん、いかがですか。はい、先ほどえっ、ー、とどの企業の質問が来たんでしたっけ、先ーセアルファベットです。アルファベット。はい。はい。こち <laughs> ら2個目ですね。うん、2個目ですね。<laughs> ここでまあ見るべきは EPS なんですけど、うん、アルファベットマイナスの12.4%。 あとはテスラがマイナスの51とかですねマイクロテクノロジーがマイナスの41とかウォルト・ディズニーマイナスの61あのすでにアメリカの企業は景気後退というか、まあ、業績悪化が始まってますはいでこれ繰り返しですけどね長谷川さんね業績悪化するから真っ暗になるんじゃなくて今アメリカの FRB は何をしたいんですか景気を冷やしたいんでしょう 景気を冷やすってことは企業業績って当たり前ですけど悪くなるんですよ。問題は悪くなってて構わないし悪くならないとアメリカ金に下げない。で、ということなのでちょっと私相反することを言いますけどこの EPS が下がることは必要なことなんです。それをまずちょっと皆さん覚えてほしいと思いますね。はい、はい。で、一方でアメリカのですね企業在庫って積み上がってましてね。すごく。 で、これも、要するに景気が悪くなっている証拠なんですよ。はい。そしてですね、次のスライドですけれども、まあ、これも前回申し上げましたけど、我々投資の世界の経験則は、10年金利と、10年の国債とアメリカの2年の国債の利回りが逆転しました。で、過去ですね、あの、この逆転をしたときは、必ず景気交代が起こってます。ということなので、 景気交代に入っているように見えるって話ですけども、これ景気交代に入るんですよ。まあ、入ってるんですね。そういうふうに皆さんは考えてもらった方がいいと思いますね。はい。そして、あの、一方で、景気交代でじゃあ真っ暗かというと、この後金利が下がっていくということが大切なことなので、じゃあ先ほど言いました、FRB が一番見てる CPI ってどうなんですかっていうと、これ見てください。バーンって上がったんですけど、今ですね、下がってきてるんですよ。 このトレンドをもう少し FRB は見たいって言ってるだけなんですね。はい。えそして、さらに私は FRB はこの CPI の中でもコアっていうのを見てますって言いましたよね。コアの,あの数字って6.3じゃないですか。じゃあ何が押し上げてるかっていうと、あの、例えば中古車の価格であったりですね、あの、あとはコアのサービスで住宅の賃料であったり、交通サービスだったりするんですよ。で、ところが、 これ次のスライドをちょっと見てほしいんですけどね。あの皆さんちょっとちょっとテンポが私上がってきましたんでついてくるの大変かもしれませんけど CPI を構成する項目をちょっと見てほしいんです。確かに CPI の中での家賃っていうのはまだ上がってるんですよ。で、ところが例えば海運のコンテナの運賃っていうのはもう右の上ですけどすごい下がってます。中古車の価格も下がり出しました。ということで やはりインフレっていうのは落ち着きつつある。さらにですね、次のスライドなんですけどもね、あの、ミシガン大学の消費者信頼関指数っていうのがこう出ているんですけど、もうすでにアメリカの消費者マインドっていうのはもう落ちてるんですよ。まあ今、ブラックフライデーで、まあ年末の商戦始まってますけどね、うん、落ちてるんです。で、一方で先ほど住宅の価格で高止まりしてるって言いましたよね。皆さん、 アメリカの30年の固定住宅ローン金利7.08あるんですよ。5000万の家買ってたら350万ぐらい毎年金利払うんですね。はい。まあ、あの、そういうようなですね、あの、状況でございますので、あの、いずれはですね、やはり、あの、住宅の価格とか賃料も落ちてくるっていうふうに申し上げていいんじゃないかなと思いますね。で、実際にですね、 次のスライドを見ていただきますと、住宅関連の,、まあ、あの指数も,もう右側ですけど、もう大幅に下がっています。これが現状ということですね、はいで。さらに次のスライド、長谷川さん、ちょっと欲張りですけれども、はいはいあのえー、こちらもです、ねまあ、見ていただきますと、えー、とちょうどです、ねえー、とグレーの線がサンフランシスコなんですけど、これ すべてのアメリカのメインのところってすごく上がってたじゃないですか。足元ね、下がり出してるんです。もうほどなくインフレ、FRB が金利を上げなくてもいいところまですぐ来るのかなっていうふうに思いますよね。はい。で、さらに次のスライドですけど、まあ雇用が強いっていうことで、アメリカこれも金利下げれないって言ってるんですけど、雇用も落ち着き、 つありま,すまあ失業率も低いんですけども少しずつ上がってきたそれからあの労働参加率というのも上がってきましたでなんであのアメリカってこれその雇用が,が参加率が上がってこなかったかというとコロナの給付金がすごく出たんですよねでそれをあったんで働かなくていいっていうのがあったんですけど実はこの給付金もですね減ってきましてね。あの そろそろみんな働かないといけないということで、労働参加率が増えれば、平均時給は下がっていって、まあ、あの、この辺の落ち着きも行われるということになると思います。はい。えー、そしてですね、長谷川さんどうしましょう。あと5分で1時間経っちゃいますけれど、はい、まあ、アメリカのいよいよ、これ、金利なんですけれども、ここにありますとおり、この12月、おそらく0.5上がりますよ。でも、ポイントは、 来年の2月3月これがどうなるか、まあ、0.25ずつ上がるというのがメインシナリオですけれども、まあ、我々はその後に下がってくるってことになりますとアメリカの金利っていうのはどうなるのかなってことになるんですけど次をちょっと見てください。これねすごい面白いチャートなんですけどあのブルーの線がターミナルレートって言います。 最終的に到達する最高点なんです。はい。で、それで青い線と実際にあの赤い線見ていただくと赤い線がですね、米国の10年国債の利回りなんですね。これ一つ言えるのは、実は政策金利の天井を打つ前に、やはり市場金利って天井を打つんですよ。で、今回多分ターミナルレートが4.75から5なんですけど、ひょっとすると10年国債は前回の高値で 天井打ったかもしれないないいいうふうふに私は考えています、はい、あの今の3.7とか8ぐらいから少し上がるとこはあるかもしれませんけどね4.3抜けないかもしれませんよえっ、ー、と4.5を超えたら買いたいとかって思ってる方、まあ、いらっしゃると思うんですけどね難しいかもしれません、はいはい そしてあと前回の,あのセミナーでも梅本さんとあのアメリカは10年国債じゃなくて3か月の国債利回り比べたらほうがいいんじゃないのっていうご指摘あったんで今回載せてみました。でおっしゃる通り3か月の国債利回りでも実は逆転してましてね。でここでですね言えることはやはりこれで見てもやはりアメリカの金利あの景気っていうのは後退に入るだと思うんですけどそれより大切なのはあのこれ逆転した後に 金利が低下すするるいうのは過去起こってるんですね黒い線に入ってると思うんですけど今回も多分金利はもうもう低下し始めてるというふうに言ってもいいかなと思います、はい、そしてですねくどく金利の話ばっかりするんですけど、はい、イールドカーブです、はい、イーールドカーブって何ですかっていうと金利短いものから長いものまで,までを比較なんですけどすごいんですこれ長谷川さん一番下の黄色今年の3月31日。 1>, あの1年の金利が1.61で2年が2.3410年が2.34ということでこれきれいに普通の標準的なイルドカップですよねでところがアメリカが急激に金利を上げ出してですね7月の29日には1年が2.89になって2年を越したんですねなおかつ年年の金利が10年を越したんです今はもっとひどくてあの1年金利が4.69。 年年が10年がなんですよ。これ何を言ってるかというと何をこれが物語ってるかというと目先はまだ金利は上がるよ。でも10年の金利が1年2年よりがさん少ない低いですよね。はい、これ何を言ってるかというとただし将来的には近い将来長期の金利は下がるっていうことを言ってるわけです。 はい、ですから実際に下がりだすと1年2年も下がりだして結果何が起こるかっていうとグレーの線になってこの黄色い線になっていくっていうのが多分来年起こっていく ということで今8時終了の時刻ですけれども、はい、ごめんなさいいい延長させてたただきたいと思いますあの先ほどチャットの方にでもです、ね、アーカイブの配信ありますかというご質問飛んでましたが、えー、できれば今週中をめどにです、ね、アーカイブ配信できればなと思っておりますのでちょっと8時過ぎてです、ね、お時間厳しいなという方いらっしゃいましたらぜひアーカイブの方をご視聴いただければと思います。 でえー、とチャットの方でです、ね、お名前、節約マスクのお金の話さんからレンディングの話はい、はい、質問来てますレンンディングでパフォーマンスを上げるということは指数への連動性を重視するという方針変わるんですかっていう。いや、変わらないですね。なぜかというとメインのところはもう指数の連動性をそのまま維持します。うんうん、あくまでもレンディングはプラスアルファの収益を取るためにやるので我々がアクティブリスクと私、言ましたよね。新しい何かのリスクを取って ありませんあくまでもあの、まあ、手数料といいますか金利を取って皆さんのパフォーマンスをプラスに上げていくっていうことだけあるのであのインデックスとの連動性を、えー、損なうということを念頭にするわけではありません。はい でではですね、次、えー、項目4ですね、投資タイミングや投資の方法についても結構ご質問いただいておりまして、えー、まずこちらですが、SP500 の推移ですね、ご覧いただいておりますが。はい、あの実はその8時になって、皆さんこう、うん、ポチ,ポチあの来される方いるかもしれませんけど、この辺からが実はある意味、この私の話の一番 <laughs> <laughs> あの大切なところになるかと思うんですけど。 あのこれも前回ちょっと皆さんに見ていただいたところなんですけどもねこれ SP500 うちのファンドじゃなくて SP500 のあの株価と SP500500 社の EPS 利益がどうなってるかっていうやつのグラフなんですよはいそれで赤い線が SP500 そのものの株価指数はいそしてあの青い線が12ヶ月先の企業の500社の EPS の予想なんですでこれ見ていただくと 長谷川さんパラレルでで動いてるでしょ、はい、で例えば2009年ぐらいに <laughs> 景気悪くなってこれリーマンショックですけどねあのバッと EPS が落ちて SP500 も下がりましたよね当たり前ですよね株価なんであの企業の業績悪くなれば下がりますでしょそれ、うん、から2020年ぐらいのところに下がってますけどこれコロナショック短期的にバサッて下がって でやはりやっぱり SP500 も下がって元へ戻ってきてるわけです。で今赤い線の方が先に下がってますね。長谷川さん。青い線追っかけてますよね。これなんでかわかりますか。何ででしょう。皆さんわかります。アメリカ金利が上がってるからです。あの金利が上がると当たり前に相対的に株価って弱くなるんですよね。今みたいな相場の場合は。うん、はい。これちょっと後でお話をしたいと思います。はい、ちょっとこれ覚えて,てください。はい。はい、次。 で、あとですね、あの、実際に、あの、今年の初めが意外なことに、実は、えっと、SP500 って一番高かったんですよ、長谷川さん。で、そこから今どうなってるかっていうのをちょっと見てるんですけどもね、SP500 の高値に合わせて、ニューヨークのダウ、それから SP500、ナスダック、置いてます。青い線がニューヨークのダウ。で、えっ、ー、と、まあ、 赤い線っていうかこれが S&P500、一番下がナスダックですけど、これ実はニューヨークダウが一番下がってないし一番戻ってるんですよ。あのよくあのまあ、60%ぐらい下値から戻すと、これちょうどえっ、ー、とですね9月の30日のところに線が入ってると思うんですけど28,720ええー、28, 72,725でそこからですね6割強戻してるんですねで。上からもですね実はもう本当に あと9%ぐらい戻ったら前年戻しになるみたいな形になってます。ということでまあチャート的に見れば実はアメリカの市場っていうのはやはりそこを打って戻し出してるのかなとただニューヨークダウンは30銘柄ですからねで SP500 は、まあ、あの500銘柄でナスダックはえっ、ー、とこれ3000銘柄ぐらいあるかなということなのでまあ一部の企業についてはもう 織り込んで上がり出しているということになると思いますね。で、多分ここで質問が来そうなやつは、うん、ナスダックが出遅れているかナスダックは買いかって話になると思うんですけど。うん、そう前にねレンディングの質問来てますああ <laughs> そうですか。ちょっと続けてください。はいはい。あのナスダックはね先ほど見ていただいたみたいにハイテクの企業はやっぱり多いですからね。はい。どうしても金利があの上がってるときは買われにくいっていうのはありますよね。はい。あのただいずれにせよ私はまああの思うんですけれどここでのメッセージは。うん マーケットはどうもそこを打ったんじゃないかなっていうふうに見れるということを申し上げたいと思ってます、はい、そして先ほど話がありました私はマーケットが難しい時ほど、えっと、基本に戻るっていうことをモットーにしてます株価っていうのは何ですかっていうと EPS 一株当たり利益に対して PR 何倍に買われるかということですねこの PR っていうのはあの投資家の皆さんの気持ちであったり投資環境であったりするわけですよ。 で一方で今回前回もお話をしましたけど長谷川さん次のスライドへちょっと行きたいんですけどねあの先ほど私が金利が上がったから株価下がったっていうふうに言ったんですけど実はですねこれ何ですかっていうと株価っていうのは何で決まるかっていうと配当金、まあ、キャッシュフローというものに対して えっと金利でで割り戻ししていいくと計算すするんんよ皆さ難もうここで言いたいのは株価というのは金利が上がると下がる金利が下がると上がるその例のところで例えば配当金が100円の時に金利が1%であれば株価っていうのは1万円って計算できますよ。で逆に金利が3%であれば株価は3,330円。 3円って計算できますでまさしくアメリカってむちゃくちゃ金利上がったわけでしょつまり金利が上がっただけで株価って下がるんですねでさらに今度は下をちょっと見ていただきたいんですけどここにですね企業の成長率というものをやっぱり入れないといけないんですよでそうすると金利と企業の成長率の組み合わせになるんですけれどちょっと例のだけ見ていただきたいですかね配当金が100円で金利が3% 企業の成長率が1%だったら株価が5000円。配当金が100円で金利3%。これ一緒ですね。企業の成長率が2%だったら株価1万円。つまり同じ金利の状況でも EPS が伸びれば株価倍になるんですよ。さてと。まだちょっと早いです。早いはい。<laughs> さてと。まだ。はい。ここで大切なのはこの組み合わせが起こりますよ、皆さん。 これから私何て言いました金利は下がるんですね。ですよね。ってことは上の例なんで、金利が下がるということは株価が上がるようになります。で、ところがアメリカは景気悪くなるんで、うん、ハイテクの企業ほど業績悪くなりますね。じゃあ次、どのセクターでしょうか。うん、まあ、まあ、どのセクターっていうか、まあ、いろいろありますけど、<laughs> で、それで考えると、そこは株価が下がるようになるんですよ。うん じゃあここでですね皆さんんパズルなんですよさてどうなるかっていうことですけど、うん、まずですね業績はすでに悪くなってきているので株価が先に先行して下がったっていうことに私は思うんですけどあの金利がですねここから下がり出すとおそらくですけど先に私は株価戻ると思うんですけどその後に業績悪化がくるっていうことになると思いますね。あのその辺がですね難しい パターンになると思うんですけど、皆さんがどうお考えになるか、それでですね、次のいよいよ次に行くんですけど。株価の動向のイメージですけども、やはりその金融を引き締める。あの、相場が始まりますと、一旦こう。あの一番景気がいい時とか、上がっていくんですけど、景気後退になると、下がっていくんですね。で、緊急緩和すると、上がっていくっていう、こういう一般的なサイクルになります。それで。 えっと、そんなこと言ったらもう買えないよねって話になるかもしれませんけど、あの、私のですね、強いメッセージは次なんですけどもね。あの、これ先ほど見ていただいたやつなんですね。金利が下がっていって、下がった後に景気後退ありますよねって言いました。このブルーの線、幅見てほしいんですけど、もう一度私言います。世界的な景気の循環っていうのは、景気後退期の方が圧倒的に短い。 長谷川さん次のスライド言ってくださいこれあの,のチャートとアメリカの景気交代金の線を重ねてますあのもちろん何回も何回も景気後退ってありまして、えっと、どうやって景気後退を見るかによるんですけど実は1970年以降でアメリカの景気後退って7回あるんですよ。でどれも短いんですね。つまり簡単に言えば株価が安い期間っていうのは圧倒的に短いですよ。 ただもちろん我々下がってる間、1ヶ月下がってるとか、2ヶ月下がってるとか、6ヶ月下がってるっていうのは、すごく長く感じるんだけど、皆さんが、確かその、後で出てくると思うんですけど、お嬢さんが生まれたばっかりで20年間積み立てやろうとして,してる人、まさしく今ですね、始めないといけないんですよ。安い時に始めるっていうことで言うと、あの、お金を持ってる方と長い投資をする人っていうのは、もうここからは、私はもう、あえて言いますけど、絶好のタイミングだと思いますね。そして、 えっと次のところのスライドをちょっと見ていただきますと景気も株価も循環するんですよ。でそれで同じサイクルだったら上に上がらないからこれ何もならないでしょえところが前回もお見せしましたけど次のですねチャートを見ていただきたいんですけど基本的に世界経済は長期的に拡大します。私はそう思ってます。でなぜかというとなぜ言い切るかというともし皆さんが 投資家の一人一人の皆さんが世界経済が長期的に拡大しないと思うんだったら投資は長期投資はできません。売ったり買ったりをしてください。えっ、ー、と、なぜ我々が積み立て投資をして成功できるか。これは世界景気が長期的には拡大するからです。従ってこの上下の中でうまく下に行くときに買うことによって上のこの上がっていく利益というのを取れるんですよね。長期的に見て5年、10年、 長ければ長いほど我々はこの波があった方が利益を取れます。はい。そして次のチャートです。まあこれですね。あの日本と、まあ先進国の代表のアメリカと新興国の代表のインドの GDP をお乗せしてます2000年で。で2000からでアメリカのやつはですね、まああの右上がりでいってますよね。でインドはもっとすごいでしょ。で残念ながら下の日本は ちょうどあのバブル崩壊ぐらいからもう左から右に行ってて私毎回言ってるんですけど日本は全体を買っても儲かりません、はい、全体投資を長期でやっても儲からない個別銘柄を買うしかないんですけどやはりアメリカとか新興国っていうのは長期で買っておけばやはり利益が出るっていうことじゃないかなと思いますねそれからすいません私の話聞いてる方あのここに経済成長率の推移の,あのチャートがあるんですけど この絵どこの国かわかりますかどなたかツイッターでご回答くださいあ、ツイッターチャットですねあチャットですいませんチャットでご回答くださいどなたかどなたかわかりますか太郎テストさんいっぱいコメントくださってますけど、はい、どうですか <laughs> どうですかどなたか外るとも構わないんではい ちなみに次はですねラスカルさんの質問が控えてますので。あ分かりました。はいチャット待ちです。でもチャットで返事がまあちょっとねお時間かかるかもしれないんですけどもどうですかね。あと10秒ぐらい待ちたいですね。<laughs> 待ちますかあと10秒。はい、ちなみにあと時間はリミット的にあと18分です。はい分かりました。<laughs> じゃあちょっとしびれを切らして言います、ね、あ日本って。当たりです。日本なんですよ。皆さんこれどう。はとなさん。 皆さんありがとうございます、えー、何かね何か当たったから何か出したいっていところですけど皆さんこれびっくりしませんか私みたいなあ,のある程度こうあの弱いを重ねた人間はこれ実感があるんですけど若い方は分からないですよねあの1970年っていうのは大阪万博があった年なんですけどもね私はいつも申し上げてるんですけど私実は小学生で大阪万博学校1週間サボって行って先生に怒られたんですが <laughs> えっと この時にほぼほぼ日本っていうのは新興国から先進国になったって言ってもいいんですよ。あの今の世代の方は道がアスファルトではなくて土の道でボコボコ穴が開いてるなんていうのは多分知らないと思うんですけど当時はそういう道ばかりでした。まあアスファルトで舗装されてる道の方が少なかったんですね。まあ例えば今インドがそんな状況だったりするわけですけど、はい、その時の日本って GDP って12%とか成長してたんですよ。うん 中国が89とか言ってましたけどそれどころじゃない。はい。それでまあその後も実はその 4%5% ってあったんですけどまあバブルの崩壊とともに0.8とか平均になっちゃったんですね。で私はこれがこれをお見せしたのはどういうことかっていうとこういうふうに実は 国の成長っていうのはこう変わってくるんですけどやはり前回も言いましたアメリカは移民政策を取って人口が減る国に経済が成長する国はありません前も言いました日本は残念ながら人口減ってるんですよだからよくないんですイギリス一番最初に人口が減った国ですけどあの国は復活しました長谷川さんなぜかはい移民政策はいやっぱりサッチャーがね変えたんですよね国をねということで実は日本も変わる可能性はあるんですけれども 私はこのチャートをちょっと見ていただきたいんですけどアメリカはこの中でも潜在成長率のこの平均の0.8が2.5とかあるんですよね。ということで今後もやはり私は投資の中心というのはアメリカでいいんじゃないかなっってて実はは思います、はい、はい、次いきます。はい 次、ニックネーム、ラスカールさんからいただいたご質問ですね。満額で積み立てた場合、20年後、30年後、40年後の成長を知りたいですということで、こういった形でチャートをお示しいただいてますが、いかがでしょうか。はい。あの、これはもちろん私もですね、クリスタルボールを持ってないので、あの、20年後、30年後、40年後の S&P500 がどうなってるかってちょっとわからないんですよ。で、ただですね、 あと基本的には過去の経済っていうのは循環していますので、ほとんど過去過去どうだったかって見ることによって、うん、まあ将来を占うことができるということですね。えー、例えば右の一番下、時間がないので一個だけ話しますか。えっ、ー、と毎月一万円、二百四十ヶ月継続的に積み立てた。えっ、ー、とこれ二百四十万なんですね。でところが実際にこれやってるとですね、この二百四十万って八百五十万になってるんです。 どうでしょう、先生さん。はい。まああのやはり長期で積み立てるっていうことはすごくあの聞くと思いますね。あのここにですね、過去40年の積み立てとか30年の積み立てとかありますけれど、やはり長ければ長いほどやっぱ結果出ますかね。あのデコボコありますけど、マーケットの状況がありますから、やっぱり時間を味方につけれる方。まさにこっちですね、はい。はい。この方が一番強いですかね。はい。はい、ということで。 えーとねチャットでカズさんから、レンディングで貸し倒れリスクがありますよね、貸し倒れリスクよりもアクティブリスク取りたいなということで、コメントいただいてました貸し倒れリスクですか、実は担保を取って、なおかつ保証もつけますすとといいうことですはい、あの保証をつけて、ですね担保ももらった上にえに、ー、相手方が、えー、倒れた場合は、うん、保証をつけて全部返してもらいます。はい、ということで、抜かりございません。ははい、はい すいません。あと13分なんですけど、質問いきたいと思います。はい、もうね、これスライドおしまいなんですけど、質問まだまだいただいたものがあるので、えっと、バンバン答えていただこうと思います。はい えっとですね、V シリーズの今後の展開についてということで、えー、もふもふさんから SBIV シリーズ再券投資の販売を待ってます。以前のセミナーでその予定があるということでしたが、来年は予定されてますかいつごろになりますかという質問と、あとファイロさんから SBIV シリーズ今後の展開予定を教えてください。例えば、VEA、VWO、VXUS、VUG、VTV など、 いかかがでしょうか個人的にはバンガードの主要な e t f を網羅されることを期待していますという質問とコメントとチェンソーマンさんから SBIV シリーズを使って自分でアセットアロケーションを組みたいので債券、BND など、えー、あとはですねリート、VNQ などの投資信託も作ってほしいです SBI が考える最強のアセットアロケーションの投資信託を作ってほしいって言ってますね <laughs> そうですよね。はいあの 前回のセミナーの時に債権も考えますってこう言いながらまだやってなくて、まあ、申し訳ないなと思うんですがあのすごく慎重にあの今、検討をまだしてます,てます今日もですね、はい、実は私あの、このセミナー3分前にあのここの会場に来たというおうちがありまして <laughs> 何をやっていたかというとどういう商品を作るかという会議をやってたんですよ、長谷川さん。おっと はい、そうですねだって楽天さんからもね全世界株式のずく米国なんて商品出ちゃいますからね。うん、そうなんですね、はい、であの一つ私が思ってるのはご,ご回答になるかどうかわからないんですけど、うん、皆さんの役に一番立つものっていうのは何だろうなと思って、まあ、先ほど言いましたあのマーケット環境だと金利が下がるっていうところにフォーカスをした方がいいかなとかこう思うんですけど一方で皆さんお気づきだと思いますけど日本って積み立て n i s とか高級化とか 枠を倍増したり買えますよね。はいうん、で私が期待しているのは積みニてサに適合するインデックスを広げるんじゃないかなと思ってましてね<お>でそうなったらその商品を一番最初に一番安く出したいと実は思ってます。<laughs> またなんかとんでもない発言があか資産形成 n o さんからもですねより競争力のあるファンドを設定してください」とかあと「風見どりさん」 貴族指数や後配当指数に連動したファンド欲しいですっていったほ、はい、配当ね実はねあの V シリーズで出すかどうかっていうこともありますけど、うん、本当に本当にシリアスに今考えてましてどういうものがいいのかっていうのを本当に迷ってますあの我々も本当にあのあの前回言いました少人数のオペレーションでやってますんでね、はい、あのコストを上げないために、うん、あのガンガン出せればいいんですけどそうもいかずにですね えー、真剣に悩んででいるととうことですね,そ,ですねそれから、はい、長谷川さんね、はい、シャープレッシオ最大のファンドって、はい、ご質問いただいてますね、はい、あの実は投資家の皆さんお気づきでしょうかっていう話なんですが SBI 証券に商品あるんですよでこれは実は当社のファンドをエンジンにした商品でしてね言っちゃっていいのかないいいでですす大丈夫 SBI ラップというのが実は マーケットの状況にかかわらず、シャープレッシオを最大にするっていう運用をやってまして。うん、で、その、えっ、ー、と、エンジンを提供させていただいているのが当社です。はい。はい。あのー、ですから、ある意味。あれって、スベアラップっていくらからできるんですか、菅さん。スベアラップ、えー、っと、あ、ごめんなさい。<laughs> いくら、いくらからできるんですか。やっぱ、そうですね、100円からじゃないです。失礼しました。<laughs> でも、ち、消化ができるでしょう。はい。積み立てもできるんですよね。はい、できます。はい。 忘れてまますねね失礼しましたそ <laughs> そうそう<え>なんか、ね、ドローンさんからねラップあの運用して6か月たったけど続けるべきか他のものに変えるべきかなんてコメントもいただいてましたがすいませんね私も自分でラップ買っといて自分で忘れてました <laughs> あの短期でやめるのはやめた方がいいと思いますね。はい、今ね、ね一番難しいところを通ってるのでどんなにうまい運用者もねあの多少なりともねパフォーマンスは悪化すると思いますよ。はいはい ですからあの今は本当に悪いということを念頭に置いてください。はい、えっと本当に神様でもない限り将来のチャートを持ってない限り当てることは100%難しいので、はい、皆さんの一番強みは時間を味方につけることです。はい。はい、まあラップ1万円からでした、ね。1>, 1万円ですね。はい。はい、失礼しました。はい。はい。なんか住友金優マンさんからですね、V シリーズでも配当基づく指数インデックス予定されてますかっていうね。まあ、あのね検討したことはしました。うん あの私の机の上に載ってますね、はい、たくさん。で、次ですが、こちら、その他の質問ですね、えー、とまず、お名前が MNR さん、投資マイレージについて、なぜ SB アセットマネジメントから販売しているのに、他の投資信託より投資マイレージが低いのか、今後、付与率上がりませんかということで。 えと今でも十分低コストだけどさらにコストの引き下げもありますかなんて質問いただいてますがマイレージに関してはですねあの各投資信託コートに設定されている信託報酬にあの基づくものになってまして、えー、スビアセットの V シリーズ特に低コストの商品ということで信託報酬はもともと低い商品なのでマイレージの付与率もどうしても下げられないという背景があります、はいはい、ご了承ください。 あの我々のファンドの引き下げですけどね可能なんですけど、うん、今7,000億ぐらいにおかげさまでなってきたんですけれど1兆円とかを超えてくるような希望になれば、まあ、考えれるんですけど皆さんいいくらにしししてほんでしょうかね <laughs> <laughs> あの今でも2.2ベースっていうですね 我々、とんでもないあの報酬なんで、下げるときは、長谷川さん、反射報酬も下げてもらわないといけない。共に。も<共>に。<laughs> <laughs> はい。で、あの、まあ、あの言い訳になりますけど、我々その2.2ベースから、あの、S、S&P さんにインデックスピンを払ってですね、ねあの、やってますので、はい <coughs>、はい。あの、下げれないとは言いませんけど、 今現在はなかなかすぐっていうのはちょっと難しいですね。はい。あの喧嘩売られたら買うかっていう話が前もありましたけど。それは<嘩>買わないとダメでしょう。喧嘩売られたら買うでしょうね。はい <laughs> ゼロにはできないんですね。<laughs> ちょっとそれが厳しいところですけど。はい。はい。あと、ね、FS 文ちゃんさんから日本政府の債務状況をどのように解決していくべきなのかお考えがあれば紹介してください。<laughs> この問題を抜きにした日本の再生そして海外投資家が 日本株をもっともっと購入して日経平均が3万円から4万円いく道は難しいのではさらに企業業績のさらなる向上もこの問題とリンクするのではないでしょうかというご質問すごい大きな問題ですよね,すねあの、まあ、まあ私もあと人生どれぐらいあるか分かりません自分のまあ,あの子どもとか孫のことを考えるとあの確かにお孫さんいらっしゃるんですか まあおりますけれども <laughs> あのやはりですね私があの皆さんにとってはいいかもしれませんけどすごい悪い円安が将来進むことになることが怖いですね今あのご指摘されたあの日本政,務の政府の債務が際限なく膨らんだ時にいつまであの日本の借金は日本の国民が持ってるって言えるかですよね。今はもう本当に あの為替140円とかって言ってますけど悪い円安ってのが起こると、まあ、昔1ドルあの円が360度から360円っていうギャグみたいなことで決まったって話がありますけどそういうことに戻りえないですよね。はい、でそれ可能性もあると思いますし実際にですねやはり日本の政府がもう少しお金を使わないことを考えないといけないしそれからあの税金をもっとうまく使ってほしい。 であとは一方で我々のすごく大きな問題なんですけどうん言っている間は難しいですよねだから税金はやっぱりある程度払わざるを得ないと思うんですが払った上でしっかりとした例えばまあ例えば学校教育をタダにしてくれるとか医療費をタダにするとか、はい、税金高くてもいいけどやることやってくれくれ,れば下がると思うんですけどもねうん、うん、はいおっしゃる通りだと思いますよ。 あのとにかくいらないお金を使うようなばらまきの政治でその政治家に票を、まあ、入れるという我々もやめたほうがいいその辺からも始めざるを得ないでしょうねその上で繰り返しですけれど我々もですも、ね、ちゃんとしたお金の使い方側を認めるなら税金は上がることはもうやまないと思いますよ。そうじゃないとよくならないいととくらですねねあ S&P さん いつもお世話になっております。今年の8月に娘が生まれました。現在スビア証券でジュニアニーサ口座を開設検討中です。口、はい、座開設後に SP50080 万円分購入しようと考えておりますというコメントですね。ぜひぜひ。はいぜひぜひ。でちなみにですね娘のためになる投資対象としてアドバイスいただけたらっていうことなんですけど。はいあの本当にね生まれたばかりっていうことですと、うん、どうなんでしょう。まあもちろんあのお嬢さん学校に入って まあもちろんその後ご結婚してということですけど一応二十歳まで親の責任があるとして20年間ありますからねちょうど私がさっき20年で SP500 いくらになったかって240万がいくらなりましたってこう話したと思うんですけど、はい、それぐらいの期待があると思うのでぜひですね積み立てやってください本当にやってくださいで悪くなったからやめるんじゃなくてはいそれはねいい時も悪い時も続けてほしいんですよ必ず結果私出ると思いますはい で投資対象としてはですね、やはり私はいくつかあると思う。さっき長谷川さんなんでしたっけ？一つ口座で五千円で八万のぐらいですか平？平均ですね。平均一口座あたり、えー、積み立て金額は五千円でだいたいま十十ファンド？十ファンド？五、はい、万,万円ぐらいが平均です。うんうん、まあちょっと五千ずつ十ファンドもどうかなとは思いますけど、<laughs> あのやはりポイントはですね、やはり今の状況だとやっぱりアメリカは一つ抑える。うんうん、で、あの。 私は全米株式もいいと思うんですけども SP500 の方がいいと思うなぜかというと SP500 っていい銘柄を入れ替えていきますよね。ということなので1、まあ、つ抑えるとするとアメリカ SP500 それでやはり新興国のの成長いいうのは抑えておきたいで,すよ、ね、ですから全世界っていうのも本当にいいと思うんですけどまあ一方で。 インドの株式ファンドとか積み立てでできるやつ長谷川さんありますか。はい、あのうエスベアセットからインドベトナムあとは新生 U. T. I. ですかねあ。そうですね。はい、あの新興国を一つ少額でもいいですから。抑えられて取るといいと思いますよ。はい。はい。であとはそのまあお嬢さんね、本当にこれからですからまあバランスファンドをする必要ないか。うん、やはりある程度ボラティリティの高いもので。あのやっていただいて。 まあ、20歳になってまだお金がいるようなことになれば少し安全なものでバランスファンドに行くとかってやったらいいんじゃないですかね今はもうあの本当にリスクの高いものを言葉で言うんリスクの高いというのは期待リターン高いですからねそれを積み立てでやっていくとポイントですけど何か言いますか悪くなってもやめない悪いというのは要するにマーケットが悪くなってもやめないもうこれが鉄則です続けることが大事ことです、ねはいそうですね。 はい、さっきねコメントの中にもあの中国インドの次はどこだろうなんて書かれてる方いらっしゃいましたけどねあ、まあ、この間のセミナーでもお話をしたんですけど人口ボーナスっていううものを受け入れるやっぱ新興国でしょうねあの今日は時間で言いませんけどあのやはり一つの例として例えばインドネシアとかねマレーシアとかねあるんですけど次回ご興味があれば、はいはい、お話をしたいと思います。 そうですねおすごい住友金融マンさんコメントいっぱいありがとうございます2歳と7歳の娘に成人祝いとして SP500 プレゼントしたくジュニアニー s 保有してますジュニアニー s 終了してもニー s 制度改正で2024年以降もうまく積み立てるようで素晴らしいですねありがとうございますあのいい結果になると思いますよ本当にはい、はい、すいませんではお時間はいあのすいません <laughs> えあの皆さんに伝ったかどうかわからないんですけれども あの、今後もですね、SB アセットマネージメントはですね、あの、投資家の皆様の長期の資産形成に資する商品、いろいろとこう作っていきたいと思いますし、あの、いろんなことを正直に、正直に、あの、皆さんにお伝えを、あの、していきたいと思います。あの、悪い時は悪い、いい時は悪い、あ、いい時はいい悪いじゃないことね、いい時はいいということで、あの、そういうようなメッセージをお伝えしていきたいと思います。ただし、えっと、今日の、あの、セミナーを聞きの方、ぜひともこれからマーケットは、 厳しくなると思っててください。うんうん、はい、長谷川さん。はい、ただ厳しくなるんですけれども、その厳しいマーケットが皆さんの長期的な資産形成を作っていくということもぜひ覚えておいていただきたいかなと思います。はい。はい、あのアーカイブね、今週金曜日、12月2日の金曜日。 あげれたらなぁなんて思ってますけど撮影業者さんが今なんか苦笑いされてます <laughs> <laughs> 長いからね、はい、<laughs> あれですかあの週末はお嬢さんの結婚式あ,あそうなんです <laughs>、はい、ちょっとあのお父さん寂しい感じがしてますけどいえいえほっとしてます一 <laughs>、はい、人お金がかからなくなりますねはいあでもまた一人ああまあまあそうですねそうですねはいあの 三人のお嬢さんのお父さんなんで。いろいろ忙しいですね。あの、皆さんと同じ悩みを持っている一人の人間でございます。そうですね。あの、はい、私の母と同い年です。ちょっと嫌な言われ方をしました。<laughs> はい。あの、ただ、あの、本当に、あのね、長谷川さんね、人生、はい、本当に百年時代だと思ってますので。えー 私もあの今から積み立て40年ぐらいやっても大丈夫かと思ってますよ。ままだまだ元気ですはい、はい、ということですねあのお時間すみませんあの32分も延長してしまいまして、えー、名残惜しいところですが本日はこれまでとさせていただきます。QR コード2、えー、次元バーコードですかねこちら読み取っていただくとアンケートあの表示されるようになってますのでもしよかったらあのコメント等いただければぜひ よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの、本日はですね、遅いお時間までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。